ザハーイの戦いは、オーストリア継承戦争中の1742年5月24日、ボヘミア南部のザハーイで行われた戦闘。戦闘は、プロイセン王フリードリヒ2世が1週間前に、オーストリア軍に勝利したこッツの戦いと連動して行われた。ブロイ公爵率いるフランス軍は、ロプコビッツ公爵に対し小さな勝利を得たが、この勝利は、政治的には重要なものだった。 骨日にザハーイと連敗したことで、マリア・テレジアは1742年6月11日に、ブレスラウ条約で、シュレイジエンをプロイセン王国に割上することを認めざるを得なかった。クロアチアのパンデュール、1742年、ロプコビッツは、フラウエンベルクのフランス全招致に進軍して、それを、包囲、5月18日に、 大砲12門と9砲数門で砲撃を始めた。ブロイコーは5月19日にベルイルと合流して、全焼地の包囲を解こうとした。戦闘は16時頃に始まった。オーストリア軍は戦列を形成し、その最翼はザハーイにいる非正規な警府標であるパンデュール300人だった。その左は沼地で右と、後ろは森であった。 フランス軍は数で上回っていたため攻撃を始め、騎兵で沼地を突破するとともに、敵弾兵を全衛としてザハーイを攻撃。オーストリア軍のパンデュールはザハーイの村に火を放って撤退した。オーストリア軍は、規律を保てず森へと知りゾいたが回復して反撃に転じた。オーストリア軍の強硬騎兵三個連隊は、高地からフランス軍のカラビニアート、 流騎兵二個連隊に向けて突撃した。フランスの騎兵がオーストリア騎兵を側面から襲撃したため、オーストリア騎兵の攻撃は撃退された。両側の不評も攻撃を仕掛けたが、フランス軍はオーストリア軍を森まで押し返した。フランスのナバール連隊が銃剣突撃を3度行い、オーストリア騎兵も不評の後ろで集結して再度突撃したが、 敵のエンツォレルン教皇機兵が大損害を出しながら突撃を撃退した。戦闘は20時頃に終わり、オーストリア軍は夜中に撤退した。オーストリア軍の損害は大砲六門と戦士五百で、フランスの損害は約250人であった。ありがとうございます。